こんにちは、はじめしゃちょーです。はい、動画のタイトルにもある通り、精子を凍結しに行ってきたいと思います。めでたいのかわかんないですけども、精子凍結とは何かちょっと話させていただきます。まあ今回はね、ちょっとね、重い話にはしたくないんだけど、割とね、俺の将来がかかってる話だから、ちょっとね、真面目な話が多くなるかもしれません。精子凍結とは、精子をマイナス196度で凍結し保存することを精子凍結と言います。これですね、なんと精子半永久的に凍結保存することが可能です。精子凍結の安全性は医学的には立証されているということにはなっているんですけども、まあどうやって子供ができるかっていうと、精子と卵子がこう受精して子供ができるっていう流れなんですけども、精子をなんで保存するかというとですね、あのね、人間っていう生き物は弱っていくのよ。はい、これはもう俺に限らずみんなそう。体だったりこう身体能力とかいろんなものもなくなっていく中、精子もね、弱っていくんだって。数が減っていくらしいのよ。でね、なんか身体能力とか体とかそういうの弱っていくのって、まあ別になんかね、年取るってそういうことでしょって思っちゃうんですけども、取り返しがつかないものってないかなって俺思った時に、子供を産めなくなった時ってどうしようって思ったんですよ。もし仮に俺がもっとおじさんとかおじいちゃんになった時に、結婚が遅くなって子供が欲しいなって思った時に、俺の精子がかなり損傷してたり、年取ったせいで数が少なくなって子供ができにくくなってたら、うーわー、俺もう自分の子供の顔が見れないのかと、なんかね、最近真剣に悩みまして、そう考えた時に、まあまだ比較的若い方ではあるので、若いうちの元気な精子を凍結させておけば、将来どうしても子供が欲しくなった時に、元気だった時の精子が保存されてるから、それを使えるんじゃないかと思いまして、精子を凍結させようかなと思いました。なんかいろいろ将来のことを考えた時に、俺めちゃくちゃ不摂生な生活してるのよ。寝不足とかってすごいなんか精子の減少に影響があるらしくて、食事の偏りとか、俺ダメじゃんって思ってこの生活続けてると、改善すればいいんですけども、仕事柄どうしてもはちゃめちゃな生活になることが多くて、あ、俺多分精子現在進行形で減少してるなって思った時に、もう早めに、今も精子あるか分かんないのよ。最近若い人少ないって聞くし、精子凍結してみたいと思います。というわけで、明日精子を凍結しに行くクリニックに行ってくるんですけども、明日いきなりできるわけじゃなくて、まず今の現段階のはじめしゃちょーの精子の状態、俺の精子がどういう状態なのかをちょっと明日検査行ってきたいと思います。その結果が出て以降、改めてクリニックに行って凍結するってことになるので、ちょっとまずはその結果次第。いやー、なんか昔だったら信じられないことですけども、マジで最近の若い人って精子の量とか質が悪いらしくて、時代だね。なんか生活がそうなっちゃってるんだと思う、いろいろな原因とか要因で。俺はね、そういう現代っ子の側の人間だから、ちょっと本当に将来不安なので、ちょっと行ってきます。では、2つの検査を受けていただきます。まずお一つ目が精子検査です。精子検査が2種類ございまして、はい、形や運動量など目で見て分かる範囲を調べするのが精子検査っていう方です。で、それにプラスして DFI 検査っていうのが、精子の DNA の断片価値数までお調べすることができる検査です。なるほど。今日は DFI 検査ありのものでお伺いしますけど大丈夫ですか？こっちの方がそのなんか損傷率とかも分かるってことですか？はい、それでございます。精子の中のもう質までいわゆるお調べするっていう検査ですね。どうしよう、ダメだったら。その日の健康状態にもよりますか？はい、そうですね、健康状態によって結構精子は質が変わってくるので。僕結構徹夜しちゃってますよね。で、今日来ちゃったんですけど、はい、大丈夫ですかね？もしかしたらちょっとの結構ちょっと何とも言えないんですけど、まあ、そうですね、はい、そうですね、こっちで調べたいです。はい、わかりました、はい、じゃあ今回 DFI 検査ありの方でお調べしますね、はい、もう一つが感染症の採血の検査です。これはあの普通の採血なので睡眠とか特に関係ないので大丈夫です、はい、ここまでご不明な点大丈夫ですか？結果ってどれくらいに出るんですか？はい、結果ですね、2週間から3週間でご自宅にご郵送させていただきます。で、そちらの中に入っている結果に問題がなければ、はい、次回以降精子凍結に移れるという流れとなっております。なるほどですね、はい、今日はあくまでサンプルというか事前調査みたいな
はい、ありがとうございます。わかりました。この説明は以上となります。はい、で同意書なんですけど、はい、次回以降を精子凍結に入れるってなった時に凍結に必要な同意書があります。はい、うわー、はい、すごい文字が、はい、すごいですね、文章量が。そうなんです、ずらっとすごいな、こんなにあるんですね、ルールというか。かなりルールが多くて、これ僕が死んだ場合破棄されるんですね。亡くなった場合は破棄されます。あ、なるほど。途切れてしまうのか、枝毛が。死なんとこ。説明は以上となりますが、よろしいですか。はい、大丈夫です。はい、じゃあこの後検査でご案内いたしますね。はい、どうしよう、精子全滅してたら結構ショックだな、そうだったら。失礼します。わ、すごい、結構満喫みたいな感じなんですね。じゃあここで精子を出します。じゃあ行ってきます。結果確認です。やばい、結構ビビってます。どうしよう、現時点で全滅してたら。失礼します。こんな研究してたみたいな、かっこいい。皆様の精子検査結果です。はい、お願いします。これが先ほどご提示でした。はい、今こちらの機械ですので検査をしていきます。はい、まず CP をかかってみてください。はい、この機械。はい、これで細かく見れるということですね。そうですね。いましたというのは、いっぱいいます。いっぱいいます。はい、ということは、いますってことです。いますってことです。あ、いいってこと。いいってことですか。これから具体的なその数値ですね、うん、こう計算で出していきます。あ、この辺にしてるのが、そうですね。まさにこれが。うわ、すごい。泳いでる。本当だ。泳いでるな。これ止まってるのもいますけど、そうですね。普通の方もいらっしゃるんですか。あ、もちろんです。運動率が標準で 50% ですので、うん、逆に言えばまあ 50% は止まっていても大丈夫っていう感じになります。なるほどなるほど。ひとまず精子はいるっぽいです。僕ぐらいの年代で精子の活動力が弱い人いらっしゃいます。やはりいらっしゃいます。100人に1人は無精子症と言われているので、そんなに年齢の割にかなり悪い方とか、そういう方様はいらっしゃいます。どうですか。そうですね、今1箇所かかってみたんですね。はい、もう精子の濃度が5600万、基準が2000万以上ですので、まあ、基準の3倍ぐらい。いや、多いってことですか。ありますね。では運動率が若干低めです。 50% 基準のところが 46%。 なるほど、ちょっと低めですね。運動率、まあ、これ5600万精子がいるうちの動いてるのが 46% ですということになるので、動いてる精子の濃度でいうと2500万の精子が動いている。平均が 50%、 50%、あ、ちょっと低いぐらいか。はい、でも精子量が多いって言ったらちょっといいですね。ただあと精液量、あ、はい、ね、1ミリ以上、1.0 ミリリットル以上欲しかったところが今回 0.4 ミリリットル。あ、だいぶ少ない。で精液量がかなり少ない。なるほど、ちょっと気になると思います。あ、でもよかった。なんか致命的にバーンってやっぱ数字で少ないってなると結構それなりに覚悟して今日来てたんで、ちょっと良かったです。ちょっと今1箇所だけしか測ってなかったので、2箇所測ってちょっと平均を取って。はい、ありがとうございます。こういうのってやっぱ性欲とかの関係あるんですか。性欲はそこまで、まあ、関係ないことはないですけれども、うん、性欲が強い方でも精子が薄い方っていうのがいらっしゃいます。じゃあもう一箇所ご用意いただきます。はい、まあ、精子濃度、先ほどと2箇所目なので平均になってます。1900万が基準の3倍ぐらい。基準の3倍。運動率が 48%、 さっきより若干高くなりましたが、まあ、50% の基準にはちょっと満たさない感じですね。あとはここの総運動精子数っていうのは、まあ、1回の射精精子ってどれくらいの精子がその精液の中にいたかっていう精子の、まあ、トータルの数なんですけれども、まあ、計算上1100万。1100万、はい、で一応基準値としては2000万。はい、1回の射精精子の中に2000万の運動精子がいればいいですよっていうところが1100万なので、まあ、基準の半分ぐらい、ちょっと今回精液量が気になるところなので、精液量が回復すればここはもしかしたらクリアできるかもしれないですね。この濃度で精液量がちゃんとあれば、そうですね、1ミリリットル以上しっかり精子があれば基準は超えてたかなと思います。なるほどなるほど、わかりました。一回おさらいすると、精子濃度が2000万が基準の中、5900万になります。まあ、約6000万3倍基
ていう。なるほどなるほど。で運動率が 50% が基準のところ 48.8%、 はいはい、ほぼちょうど基準。ああ、まあまあまあ。あとは総運動静止数、1回の射精静止の中に含まれる運動静止のトータルの数、2000万が基準のところが1100万。なるほどですね。いや、ちょっととりあえずは一安心したかもしれないです。はい、ありがとうございます。はい、1週間ぐらい経ちました。精子の結果返ってきました。まあ、精子の量とかそういう運動率とかは見れたんですけど、もっと細かい部分、そういうのがきっと書いてあるのではないでしょうか。ちょっと俺まず見方が分かんないからさ、本当にちょっと緊張してる。はいはい。え、ちょっと待ってよ、これちょっと待ってよ。多分なんですけど、これが一番いいんでしょうね。自然妊娠が可能な精液ですってやつ。なんかその下なんですよ。自然妊娠する可能性もありますが、再検査あるいは頻尿器科外来の受診をおすすめします。ん、なんかなんだ、決して良かったわけではないのか。どういうことだ、ちょっと不安ですね。あ、なんか血液検査は全部陰性でした。感染症検査に問題はなかった。え、俺これ大丈夫なのか、なんかすごい不安になってきたんだけど。なるほどね。なんか精子の形態、精子の形がちょっと正常じゃないのが多いっぽいですね。形態異常精子って言われてるんだ。それは良くないのかな。なるほど。ただ形態異常精子の受精が原因で赤ちゃんに障害が発生するとかっていう報告はないと書かれています。けどなんか怖いな、異常精子があるのか。わかんない、俺一般的な数値がわからないから何とも言えないですけど、無精子症とかではないっぽいですね。ひとまず精子は出てます。どうなんだろう、でもちょっとなんかいいって感じではないっぽいので、とりあえずちょっと精子凍結すべきかどうかもろもろくんちょっと聞いてみたいと思います。はい、というわけで再びクリニックの方に来ました。精子凍結の当日ですね。そもそもあの結果が僕あれ良かったのか悪かったのかよく分からなかったので、培養士さんに今日本当に精子を凍結していいのかどうか聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかもう結果がちょっとなんて言うんでしょう、一番上じゃなかったので。そうですね、ちょっと不安ではあるんですが、これって大丈夫でしょうか。はい、基本的には自然妊娠をする可能性もありますという結果にはなっているので、大きな問題は見られなかったという結果にはなっておりますが、ただ一部の検査でですね、基準を下回っているものがありましたので、まあ、再検査ですとか、もしくは泌尿器科外来、まあ、そういったものの受診をお勧めしていますという結果になっております。なるほど。このなんか精子の形状が良くないみたいな。そうですね、こちらの検査正常形態率という検査ですけれども、基準が 4% 以上、まあ、100個中4個正常な形の精子がいればいいというところが今回は 1.5% ということで基準を下回っていたような形になります。これは何が良くないんですか。そうです、精子の形が悪いものがちょっと多いというような感じになるんですけれども、これに関しては結構検査自体が厳しめの設定にはなってはいるかなという印象はあります。まあ、1.5% 確かに低めではありますが、 0% じゃない限りは、まあ、きちんと精子は見つかっているので、まあ、それをカバーできるだけの精子の数を出すことができていれば、正常形態率は 4% を下回っていても大きな問題はないかなと考えております。なるほど、質でダメなら量で攻めろと。そういうことですね。かしこまりました、得意です。これって逆にその正常が良くないと何が悪いというか、頭の形だったり尻尾の形が良くないということになりますので、まあ、精子自分で泳いでいって卵子と出会って受精をしていくんですけれども、なるほど、形が悪いと泳ぎ方が下手だったりとか、そういったことになるので、まあ、受精までうまくたどり着けない可能性が上がると。なるほど、到達しにくくなるってことですね。なるほど、分かりました。ちょっと今日しっかり食べてきたので、はい、ぜひ今日よろしくお願いします。お願いいたします。なんとかいけそうです。はい、というわけで、精子が取り終わったので、凍結するときこういうタンクで保存するみたいです。あとは僕の精子を任せました。はい、お願いします。このようにすごっ、なんかもふって小さな出るようになってる。あ、こうやって保存してあるんだ。ここにこれから枝様の検体を貼っていきます。ありがとうございます、よろしくお願いします。こちらに2本これが凍結をさせていただいているので、はい、はじめ液体窒素の中へとします。はい、ああ、そうやってしまうんですね。
ちらで終わらせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、というわけで精子凍結させてきました。なんかね、あっけなかったですね。なんか思ったよりさらっと凍結って簡単にできるんだなと思いつつも、なんでしょう、別に今すぐ子供が欲しいわけじゃないんですけど、欲しくなった時にできなかったっていうのが本当にちょっと自分の中で引っかかってるというか怖くて、もしそうなのであればと思いまして、一応保険的な感じで精子を凍結させてみました。別にこれ皆さんに勧めてるわけじゃないですし、ちゃんとお金もちょっとかかっちゃうので、そこら辺は本当に個人の自由ではあると思うんですけど、まあ本当使用用途としては子供ができないってなった時に使おうかなって感じです。なんか本当に食生活とか睡眠不足とかストレスとかも本当ね、現代の社会的にはマジでね、妊娠しづらくなっちゃうらしいです。なんかタバコとかも本当に良くないらしいです。あとね、自転車とバイクも良くないんだって。長時間の運転がね、なんかサドルにその当たっちゃって、なんか精子の減少につながったりするらしいです。もうこれマジで、これもちゃんとデータとして出てるっぽいです。あと下着、窮屈な下着、あれもね実はあんまり良くないらしいよ。機能が低下するらしいです。あとは体重とかね、痩せすぎても太りすぎてもダメと。そしてこれが俺一番引っかかってるんですけども、サウナと長風呂あんまり良くないみたいです。やっぱり暑い場所にいるとその分なんか弱っちゃうらしくて、サウナ入りたいっす。まあそういうのもあって、こういう仕事でちょっと不規則な生活してますし、企画で大食いとかもしちゃうし、でサウナも好きと、俺の精子はきっとこの後減っていく一方だなと思いまして、凍結させていただきました。なんだ悪いことではないと思うんですけれども、やっぱりちょっとね、なんかその自然妊娠じゃないという部分でちょっと抵抗というか心配にはなりましたけども、実際にその妊娠しづらい夫婦の方とか妊活でされてる方もいらっしゃるみたいなので、まあこういうのもあるよっていうので動画にさせていただきました。とりあえず僕はあの保険として精子を保存したという動画です。これね、精子を凍結したからといって確実にその精子で子供ができるよっていうわけでもないので、あくまでなんかその可能性をちょっと残しておいたっていう感じなので、そんなにあの超期待はせずに凍結させてもらいました。その前にまずは結婚。